ホームスって何ですか？え、パワーアップって何ですか？パワーアップ、楽天競馬。スタミナ、パワー、スピード。こんな大変な思いをしなくても楽天競馬なら楽々馬券が買える。パワーアップ楽天競馬。皆さんこんにちは。楽天競馬をパワーアップ、ポイントもらっちゃおう娘、ポームスの津田まりなです。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。本日は楽天競馬プレゼンツ直前予想 YouTube 番組2018第2弾といたしまして、5月2日水曜日に船橋競馬場で行われます第30回柏記念の予想討論会をお送りしてまいります。それでは早速出演者の皆様ご紹介していきましょう。まずは楽天競馬スペシャルアドバイザーの古谷武彦さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、はい、楽天競馬をパワーアップ、ポイントもらっちゃおう娘、ポーブスの森永真彩です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、冒頭でも CM 皆さんご覧いただいたと思うんですけれども、この4月から私津田まりなと森永真彩さんと2人で楽天競馬をさらにパワーアップさせるべく、ポームスを結成しました。はい、ポ娘って書くんですけど、ポームスと読みま す, そうなんです。皆様ポームス、ポームスです。はい、ぜひ覚えてください。お願いします。よろしくお願いします。はい、ポームスとしての活動はですね、先日、はい、その金ナイターの開幕、ね、行ってきたんですよね。そうなんですよ、初めて行ってきたんですけれども、はい、どうでしたか？いやー、なんか園田のお客さんがすごく温かくって、温かいというか暑いですよね、園田のお客さんってね本当にいやでも優しい方が多くって、はい、で皆さんでね、あのポームスちょっとは浸透できたかなって思うので、ちょっと一人ですけど頑張ってきました。はい、ありがとうございます。でですね、ポームス2人で初参戦するイベントがこの5月2日に行われる柏記念なんですけれども、今年から通年ナイター開催となった船橋競馬場で5レースから9レースの各レース後にたっぷりとトークショーを行ってまいります。はい、この衣装でね、そうですね、参戦しますので、はい、当日もお待ちしています。はい、またですね、 LINE お友達抽選会では森タイト騎手や本田正重騎手のサイン入り勝負服など当たりますので、こちらも皆さんぜひご参加ください。そして5月3日高知競馬場で行われます福永陽一記念のイベントにも参加させていただきます。桂浜杯の予想やカツオのたたきのお振る舞い、盛り上がるんですか？そうなんですね。はい、ぜひぜひこちらもお越しください。はい、で古谷さんも福永陽一記念当日は、ああそうですね、あそうですね、はい、何する、2人と絡むことがあまりないと思うんですけど、何するんですか古谷さんは。あの昨年、一昨年と確かやったような記憶があるんですけど、はいはい、裏中継を、そうなんです、担当します。ずっと古谷さんが、まあ、ラジオ的な感覚でね、中継するんですよ。中継するんですよ。ずっと喋ってるんですか？でしかもね、あのスイッチングとかも僕がやるんですよ。それではレースをご覧くださいつって、なんかボタンを押して場内の映像に切り替わるとかで、競馬が終わったら場内のスイッチ聞いて、それで僕が一人で解説をするみたいな。でたまにマリナルとかが来てもらって、そうちょこちょこ、なんかお疲れ様ですみたいな感じで軽いノリでゲストがどんどんやってくるっていう裏中継。ある時間はね、なんか僕以外みんなイベント出てて、僕だけそれをって、あの中継をやらなきゃいけない時間もあるっていう。寂しいな。今スケジュール表が届いてますんであのなので当日、ね、福永陽一記念高知競馬お越しいただきたいんですけど、どうしても行けないよっていう方は、その古谷さんの裏中継を見ていただいて、でレース映像は楽天競馬で見られますので見て、はい、楽天競馬で馬券を買って古谷さんの予想解説を聞いていただけたらっていうことですよね。ネットなら両方できるもできますよね。できるもない、うん、できますよね。はい、はい、ぜひご覧ください。さあそれではね、早速柏記念のお話に参りましょう。今年で第30回を迎えます船橋競馬場1600メートルのコースで行われます柏記念、 JRA 地方競馬の有力馬が集まるゴールデンウィークの風物詩ともいえるレースです。さあ古谷さん、レースの位置づけや今年の注目点などいかがでしょうか？はい、まあもともと G3 でね、はい、ダートグレードになった時は始まったんですけれども、G2 に上がり、はい、そして G1 に昇格するという地道なこうステップアップで、まさにフェブラリーハンデからフェブラリーステークスになっていったようなステップを踏んでますが、はい、春先って
もともと帝王賞しか G1 がなかったんですよね、はい、でまあフェブラリーステークスから間も空きすぎると、でその間にこのゴールデンウィークに柏記念を G1 に持ってきて、やっぱそのフェブラリーステークスから直結する流れにもなりましたし、まあ、実際そのフェブラリーステークス組がかなり実績も残しているという状況にもなってるんで、過去10年でも7勝、はい、ね、ですからこのゴールデンウィークで船橋のマイル戦で G1 ができたっていう意義は非常に大きかったんだと思います、はい、でそれがもう今年30回目ということですから、まあ、G1 になって14年目だったかな確か、そんぐらいなんですけど、はい、ちょっと今年もいいメンバー揃えましたんでね。そうですね、豪華メンバーで行われます。楽しみにしたいと思います。はい、森永さんはいかがですか、はい、柏記念は。でも結構今年上位拮抗しているので、はい、なんかどの馬を軸にしていいかっていうのは悩みますよね。馬券的にも楽しみですからね。そうですね、はい、でこの柏記念ってもうゴールデンウィーク中ということもあって、もう場内もめちゃくちゃ盛り上がるんですよね。もうお祭りみたいな感じになりますので、はい、当日も大変楽しみなんですが、まずは馬券ですからね、はい、そうですね、はい、それでは予想に移ってまいりましょう。まずは楽天競馬のサービスみんなの予想まとめで、昨年の柏記念のデータを見ていきましょう。みんなの予想は自分の予想を登録できるサービスで、みんなの予想まとめはユーザーの印を集計したものなんですが、昨年はこんな感じになっていました。勝ったのがコパノリッキー、2着インカンテーション、3着にモーニンという結果だったんですけれども、みんなの予想まとめではベストウォーリアが一番、ね、そうですね、人気してましたね、はい、うん、でコパノリッキーが続く2番目に人気を集めていたという、本命の数でいくとその人気とほぼ同じという、そうですね、本命、確かに本命の数でいくと人気と結構なんで、まあこれ見ると大体これが人気になるのかなという予想もねつけられますが、そうですね、はい、ぜひ皆さんもご活用ください、うん、では続いてコース形態を確認していきましょう。船橋競馬場1600m のコースで行われる柏記念なんですが、古谷さんどんなコースでしょうか。はい、まあ、1800m だとしたら4コーナーのポケットからのスタートになるのが船橋競馬場のコースなんですよね、はい、ですから 1600m ということなので、割とファンエリアのもう真ん前でスタートが切られると、はい、1コーナーまでの距離はですからそこまでないんですよ、はい、ですから先行馬であれば内枠の方が理想的、うん、で船橋っていうのはもう地方競馬場の中でも、コーナーが非常に緩やかで、まあ、スパイラルカーブを導入しているということがまず一つあるんですけど、はい、まやちゃんスパイラルカーブって何でしょう。それ今聞こうと思ってたんですよ本当ですか、はい、スパイラルカーブっていうのはコーナーの入りから出ていく時がコーナーすごい緩やかになってくるんですよ、はい、だからスピードを緩めることなく直線に向かえるっていうコース形態なんですね。だから、はい、1コーナーから2コーナーから向こう上面に入る時っていうのが、いや1コーナーで左回りなんで、そう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 、はい、すいません、はい、2コーナーから向こう上面に入るときっていうのがコーナーがかなり緩やかなんですよ、はい、で、向こう上面から3コーナーに入って直線に向くときが若干そこがコーナーきつめにはなるんですけど、はい、でも他の競馬場に比べれば全然緩やかですし、はい、スピードを緩めることなく直線に向かえるっていう意味では勢いをつけて直線に向くので差し馬でも十分に来れる、はい、だからペースの緩みがないので地方競馬の中でも時計はかなり早く出ると、で乗りやすい、もうこれが一番ですね、乗りやすい、中央のジョッキーが一番乗りやすい地方競馬場どこですかって言ったら船橋、へえ、反対にこう川崎とかは結構多い、川崎は乗りづらい、難しいっていうふうに皆さんおっしゃいますよね、はい、コース形態確認していきました。それではですね、参考レース振り返りながら、見ていきたいんですけれども、コパノリッキーが制しました昨年の柏記念の映像をご覧ください。縦に長い展開、3コーナー、まあ、このレースはモーニングが逃げて、はい、コパノリッキー1番枠だったんですが、揉まれないようにじわじわと外に出していってうまくね、今あの3コーナーの映像ですけども中段の外目を回っていきます。序盤が12秒4、11秒8、12秒4、そして12秒3というラップを踏んで、後半が12秒4、12秒9、13秒1と、まあ、ですから上がり場かかっているので差し馬にも十分来れる展開になりました。それを一まくりしたコパノリッキーが外から刺すんですが、インぴったりを回っていたのがインカンテーションで、
ちょうどモーニングとカルドの間を割って、あ、ブラドンブリスとの間を割って突っ込んできたのがインカンテンションでした。でモーニングは逃げて3着、この時ベストウォリアーは1番人気でしたが、ちょっと直線伸びきれず4着と、はい、その前のフェブラリーステークスの時に本当に惜しい2着があったということでね、一番人気にはなりましたが、このベストウォリアーは実は柏記念ちょっと鬼門になっているというか、そうですね本当に前線はするんですけども、はい、勝ちきれない競馬が多くて、はい、15年からだ今年4年連続出走になるんですね。そうですね、2着3着、うん、4着と、はい、安定はねどんどん下がってきてるんですけれども逆だったら嬉しかったんですけど、ね、そうですね、確かに一気にこうステップアップするかもしれませんから、今年2着3着4着1着になるかもしれないですもんね、うん、そう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 、はい、まずは昨年の映像をご覧いただきました。さあそれではですね、印に沿って予想を聞いていきたいと思います。すでに後ろのホワイトボードに印が入っているんですけれども、ではまずは古谷さんの本命、そして、マーヤの対抗、私は白三角を打ちました、インカンテーション昨年の2着馬からいきましょう、うん、古谷さんインカンテーションからですか。はい、まあ、昨年のこの柏記念でも本命を打って、はい、今年のフェブラリーステークスも本命だったので、ここで裏切るわけにはいかないと。古谷さんはインカンテーションの何なの？インカンテーションの何なんですか？いや、はい、本当に強いと思ってるから本命打ってるんですけど、はい、まあ、あの長期休養が結構あったので、そうですね、初サイバーとは言っても言うほどキャリア積んでないんですよね。はい、で昨年あのマーチステークス勝ってから、はい、白山大商店も勝ったり武蔵野ステークスその後も勝ちましたよね、うん、7歳になってなんかまたこう強くなってきたというのがインカンテーションの特徴だと思います。で何より武蔵野ステークスで東京のマイル戦1分35秒5という高度計で勝ったというのが、はい、いや7歳馬ですけどもまだ進化を遂げているなという印象を受けました。で東京大商店は7着に敗れましたけれども、まあ、これは明らかに参考のあたりから手応えがなくなったということで、距離が長かったと、はい、白山大商店は G3 ですから 2100m は押し切れましたが、うん、やはりトップクラスのレースになった時には 2000m では長いということで、はい、もう今年は 1400m、1600m あたりをもう中心に使っていくという、うん、そういったもうスケジュールを組んでいるようなんですよね、はい、でその中でフェブラリーステークス、3着と惜しい内容だったんですが、はい、あれ2着に来た時っていつでしたかね、フェブラリーでインカンテーションがフェブラリーで2着に来た時はあのその2着に来た時が最終追い切りで、はい、シーウッドだったんですよ。で割とその最近っていうのは販路主体で状況やってたことが多かったんですが、はい、前回のフェブラリーステークスの追い切りがそのフェブラリーステークスで2着に来た時以来だったんですよ、はい、で今回も同じパターンで来てるんですよね。シーウッド中心でスケジュール組んで、調整もされてきていると。あ、ちなみに2015年でした、うん、その2着にフェブラリーステークスで来た時はね。だからやっぱりこの馬はシーウッドで調整されるのがもう一番いいということが言えるかと思います。直前の追い切りは28日に行ってるんですけども、はい、実質的な追い切りを25日に済ましていて、この時合わせ馬で、はい、かなりあのそんなに攻めかけする馬じゃないんですけど、しっかりとした足取りでまずまずの動き見せてたんですよね。でその前の週もかなり長めからやっているので、もうこのレースに向けて抜かりない仕上げをしてきていると、うん、まあ、逆に言うとフェブラリーステークスの時よりも攻めてるなという感じがありますので、うん、このインカンテーション昨年の2着勝ったコパノリッキーがいないという状況ですから、うん、やっぱりなんとかね G1 まだ勝ったことない馬なので、うん、はい、そうですよね。あと今回あんまり、まあ、コパノリッキーいないこともありますし、行きそうな馬がどれだろうって考えた時に、ね、インカンテーションぐらいこう時代性もあって先行力もある馬だと、まあそうですね、も取れそうですよね、うん、まあ、昨年もモーニングが逃げているので、はい、おそらくモーニングか、まあ、距離が1600で行ききれるのかどうかわからないですけど、まあ、オールブラッシュは川崎記念で逃げ切ってるようにね、行った方が持ち味は生きるということもありますから、まあつけられれば 4,5 番手ということになると思うんですけどね、はい、さあそして、
前は対抗ですか。そうですね、まあ、もう同じような話になっちゃうんですけど、まあ、昨年の秋白山大賞典で武蔵野ステークスで鑑賞してた内容もそうですし、またコパのリッキーの2着ということで昨年、はい、で、まあ、ちょっと重複してしまうんですけど、まあ、今コパのリッキーいないわけですから、ちょっと初の G1 取るならここじゃないかなというのはちょっと感じて、まあ、でも対抗なんですけど、うん、勝つかのような本命かのように喋ってますけど対抗なんですけど、はいはい、まあ、でもこのまま対抗にさせてもらいました。はい、はい、分かりました。まずはインカンテーションから話伺いました。では続いてのんこの夢です。のんこの夢、私本命で古谷さん対抗、前は白三角という印です。はい、古谷さんのんこの夢は対抗、まあ、なんといってもフェブラリーステークスで復活の勝利を、ねえ、本当にそうですが、そうですね、まあ、その前のネギチステークスの時に、はい、1400m で道丸になってついていけるのかというね、うん、そういった心配があったにもかかわらずレコードで差し切って、びっくりしましたよね。でそのレコード勝ちの反動を心配される武器なんかも結構あったんですけど、はい、このフェブラリーステークスの時の最終追い切りってかなり子供としたら動いたんですよね、はい、だからいやこれはちょっとのんこの夢、いよいよその1000番にしてちょっと調子を落としてた時期ありましたけども、完全復活あるなっていう雰囲気もちょっとあったんですよね。それが見事なあの大接戦をものにして、ジャパンダートダービー以来の G1 勝ちと。そうでした、ね、だから今年になってまず何が変わったかといったら馬体重が増えて戻ってきたってことですよね。そうですね、450キロ台に乗っかってきたっていうことがまず一つ、はい、それから内田騎手になって目覚めたという感じもありますね、うん、相性がもうすごいですよね、はい、だからそのあたりで、まあ、勝って知ったる船橋コースに内田騎手だったらなるわけですから、まあ、かつての船橋コースでちょっと結果が振るわなかった時とはまた違うと思います、はい、で何よりダートグレードだとそんなにこう中央のレースほど速い流れになるってことはないですから、のんこの夢でもある程度の位置はつけられると思うんですよ。そうなんですよね。で末足はだからいつもと変わらないものが使えるとなれば、はい、当然差し切るシーンっていうのは想定できますよね、うん、はい、うん、だから直線が短くなるだとかいろんなことを想定する人いますけど、はい、そうじゃなくてダートグレードだと中央ほどペースが遅くなるのでいい位置につけられる、うん、そっちの方を重視した方がいいと思うんですよね、はい、例えば分かりやすい例で言えば香港で G1 ありましたけど、はい、4月の29日にねパキスタンスターっていう追い込み馬が馬なりで楽に3番手につけたらいつも通りの末足見せて突き放したっていう。そうなんですね。なかなかこう強いけど走る気にならない馬で走る気になったらすごいけど後ろから行くしなって思って見てたら、うん、パキスタンスターまあまあ行ったなっていう位置で、無理してるわけじゃないんですね。そうです。スッと先行して、そうそう、で末足使われたらもう他の馬かなわないですもんね、うん、だからダートグレードだと中央のレースでは相当後ろから行くような馬でも、はい、うん、そういういい位置で意外といい位置で、はい、まあ分かれ、まあ、最近で言えばサウンドトゥルーとかが日テレ杯で 4,5 番手くらいにいてね、そうですね、うん、っていうこともありましたけど、はい、だからそういうレースが多分今回できると思うんですよね。そうなんですよね。あ、はい、私は過去10年の柏記念の、傾向を見て調べてきたんですけれども、まあ、一番人気馬、まあ、副賞率でいうと一番人気来るんですけど意外と勝たないので頭固定ではまず買いにくいということで、やっぱり 3,4 コーナーで先頭の馬が結構来る、まあ、だから逃げ馬が結構馬券に絡むよということで、2014年以降やっぱり500キロ以上の大きい馬がよく馬券に絡むよということ で注目したいのが前走フェブラリーステークス組が7勝2着4回3着4回っていうすごい成績を収めてる、はい、でここ3年でいうと毎年ここ4年かもうずっと2頭ずつフェブラリーステークス組の馬が2頭ずつ馬券に絡んでいるのでその中から買いたいっていうことと、あとのんこの夢大外枠に入ってどうかなって思ったんですけれども、はい、枠順出て加藤幸弘調教師に伺ったら大外枠大歓迎と。へえ、まあ、客室的にもね古谷さん外枠問題ないですよね。まあ、ここは何にも問題ないですよ、はい、うん、でどうせダートグレードってばらけるから、はい、外枠だっつってもロスなく立ち回ることできますしね。そうなんですよね、うん、そんなに枠順はその、はい、先行馬でもないわけですからね、はい、
で何よりね今回追い切りで珍しくラスト12秒台出てるんですよ、うん、それぐらいだからもう一回馬ね勝つと自信つくなんてことよく聞くことはありますけど、はい、まさに今そういう状態なんじゃないかなと思うんですよね。そうなんですね。出来はもうネギシステークスの時ぐらいの出来にあるっていうことですし、うん、で船橋コースどうかなっていう心配もね意外と一昨年これ4着だったんですよね、はい、柏記念なのでまあそんな心配もないのかなと考えて私は本命にしました、はい、前は白三角そうですね。私まだ地方競馬はずっとやってたっていうわけではなくてまだ初心者なのであれだったんですけどやっぱりのんこの夢を地方競馬で走るってなったらやっぱ先行できないし厳しいのかなってすごく安易な考えで白三角まで落としちゃったんですけどでも古谷さんの話聞いててあ確かにと思ってしかもさっきのコースの説明もありましたけどあそっかのんこの夢でも届くような展開になったら確かになと思って白より上げたくなってきてたところでした変えるいやでも悩んでます時間ありますからねそうですね、でもすごい勉強になりますここで聞いていて何しに来たんだって感じですけどどちらかというと、ね、初心者のファン向けな感想ですけどちょっと思いました、はい、確かにそうですねでそんなマーヤの本命が、はい、ゴールドドリームそうですねはいまあ、ゴールドドリームも追い込み場じゃないですか。いやそうなんですよ。そうなんです。ものすごい追い込み場だから。確かにそうなんですけど。ゴールドドリーム来るときはノンコも来るんじゃないですか。うん、そうですね。うん、まあフェブラリーステークス、まあ連覇狙ってたんですけど、首差の2着という結果で、あとまあちょっとゲートが良くないっていうのもちょっと心配な材料ではあるんですけれども、まあ、去年確かドバイに遠征してからだったんですが、はい、今年はそれもないですし、まあちょっと。今年はその体調面的にもいいんじゃないかなっていうのもあってこの馬にしました。あとルメール騎手と初コンビっていうのもちょっと期待してます。古谷さんはゴールドドリームは白三角ですがどのような評価でしょうか。まあとにかく出遅れがまずもう想定しなければいけないという馬ですよね。ただフェブラリーステークス昨年勝った時それから去年あごめんなさい昨年と今年、はい、いずれも4コーナーでもすでに射程圏内にいて、うん、楽にこう抜け出すっていうような形を取ってますよね、はい、で前の年は内からベストウォーリアに来られてもう一伸びしてるとで今回は外からのんこの夢が猛追してきたのでその勢いに負けて、うん、2着に負けちゃったっていうレースでしたよね、はい、だから早めに動かなきゃ多分いけなくなると思うんですよ、うん、でしかも府中であの競馬をしてるんだからさらに直線の短くなる船橋だったら余計に早く動かなきゃいけないっていう心理はジョッキーに働くと思うんですよね、はいうんまあ、それか船橋コースをあまり、実績のないルメール騎手なので、うん、悠長に構えてる可能性もありますけどそうなんですよ、うん、だからなんてだろう、ね、人気馬の中でレースが逆に一番しづらい馬じゃないかなって僕は思ったんですよゴールドドリームは、うん、のんこの夢はもう内田ジョッキーは難関でもう内田さんつったらもうね僕が記者だった頃はもう近寄れないぐらいのオーラのあった人ですそうなんですか今じゃそう信じられないけどねえ近寄れないってどういうことですかピリピリしてたのへすごい人だったから全然今違いますね。いや天皇賞の後ですけど、まあ、東京の最終レースも勝ってえらいニコニコしてこう天皇賞に乗ってましたけど僕の知ってる内田さんじゃないんですよ今本当にそうだったんですね知らなかったとにかく勝利にこだわってたしねへでましてあの頃川島厩舎の主戦だったから、はい、余計船橋コースって言ったらもう、うん勝ち方も知ってる舞台なん で、ね、どうしよう変えようかな本命だから基本的に外国人騎手って、はい、やっぱその元々 の、まあ、今キャリアもちろん積んでるから昔とは違いますよ、まあ、だけどダートって日本ってサンドコースだからそれってもう世界的に見ても特殊な舞台なんですよねだからその砂をかぶるとか、はい、そういう経験がないとかあとダートでどうやってこう進めてったらいいんだろうみたいな感覚をつかむのに時間がかかるんですよなるほどだから今は結果を出している状況であっても例えばミルコだったら自分でも言ってるけどダート競馬苦手だってでルメールもさほどダートは上手くないですよやっぱりヨーロッパスタイルの競馬が得意なジョッキーだから、うん、でまして乗ったことない馬でしょそうな初コンビなんですよねこの乗り難しい馬でってなると、うん、でしかも出遅れ気味じゃないですかどうしても、はい、
そうなってきた時にどんな競馬するか。いやそうなんですよ。だからですよ、ね、なかなかちょっとイメージが湧きづらいなと思ったんですよね。ただまあデータはね、ゴールドドリーム当てはまってて、フェブラリーステークス組で、で2着で500キロ以上っていうのはバッチリハマってるんですよね。あと明日、明日じゃない、当日2番人気になってくれたらいいなって、はい、そう2番人気が、ね、番人気過去10年で5勝してるんですよね。そうなんですよ、5勝2着0回3着2回2番人気がなかったらどうする？うわーって1番人気よりも2番人気、はい、3番人気だと3勝してるんですもんね。どうしよう。はい、では次に行きましょうか。先輩どうしよう。はい、続きまして、はい、モーニンなんですけれども、私、はい、対抗にしまして、フリアさんとマーヤ黒三角ということなんですけれども、うん、あの私モーニン対抗にした理由が、もしかして逃げないかなって思って、昨年のことを考えてもこのメンバーだったら逃げるんじゃないかと思ったからです。で、和田龍二騎手と前走初コンビを組んで、勝ってますし、さあどうでしょう。どうでしょうね。まあ、前回はオープン特別は言っても 58.5 キロしょっての勝利でしたからね。まあ、かなりあの着彩上に強い競馬だったと思いますし、はい、まあ、本当に久々の勝利というのでね。そう、まあ、モーニンは、はい、あの初めてこの船橋コース柏記念でね、はい、惨敗しちゃったんですけど、うん、その時はあのずっとワンターンの競馬ばっかりだったので、はい、一周回る競馬が初めてだった、それに戸惑ってたという話をミルコ・デ・ムーロ騎手がレース後にしてたんですよ、はい、でその4つコーナーを回る競馬っていうのをどん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 経験していったら、1800の日本テレビ杯でも構想したり ね、アウォーディーと大接戦したこともありますよ ね、2頭でえらい大接戦した、昨年もいい競馬してるし、はい、で、まあ、この昨年の柏記念自体もインカンテーションとは首差の3着だったりと、はいはい、だからだんだんその 4つコーナーの競馬にも慣れてきて、はい、しかも前回格下のオープンとは言っても勝ったっていうね、そう2年ぶりの勝利だったんですよね、うん、そういう面では、はい、今のモーニンの具合の良さで考えると十分に通用する力っていうのはあると思います。そうなんですよね。ぜひ和田龍二騎手逃げてほしいなっていう思いもあって、うん、はい、対抗にしたんですが、まあ、この馬だってフェブラリーステークス勝ってる馬ですからね。そうなんですよね、4歳の時に勝ってる、まあ、もともとそうフェブラリーステークス勝ってる馬っていうのと、あと2年ぶりに勝利したということで、はい、またね復調気配にあると思うので、なんとかね頑張ってほしいってこともありますが、はい、では続いてはベストウォーリアですね。はい、ベストウォーリアはマヤが星印入ってます。そうです、え、お二人はない？あ、はい、私だけ、はい、そうなんですね。まあ、ちょっと前走フェブラリーステークス、ネギジステークスの出走取り消し明けっていうこともあって、まあ、あまり順調さは書いてたかなっていうのもありましたし、まあ、ちょっと10着という結果ですけれども、そこまで重く捉えなくてもいいのかなって個人的には思っていて、あと昨年の一番人気馬でもありますからね、はい、今回今年人気するんですかね、落としそうだなとは思ってるんですけど、確かにこのメンバーだったら人気ちょっと落ちるかもしれないですけど、ただ古谷さん、この世代強いですよね。まあそうですよね、あのコパのリッキーやアウォーディー、はい、などなど本当に強い世代ではありますが、はい、でもちょっと一連のレースを見ていると若干陰りが見えてきてるかなというのは正直なところですよね。まあ、武蔵野ステークスでもインカンテーションからはコンマ6秒突き放されているわけですし、それがまた、まあ、順調さ変えてぶつけになってしまったというのはありますが、フェブラリーステークスでもさらに差をつけられているという状況なので、なかなか今のベストウォーリアーの近況で考えると評価しづらいところはありますよね。だからあとはその過去の実績と、はい、まあ、この柏記念自体も実績がある馬ですから、はい、そのあたりにまあ期待をしたいなというところなのかもしれませんけど、意外とすんなり先行しちゃって粘るとかですかね、ベストウォーリアー来る展開っていうのは。まあそうなるんでしょうけど、ただまあもともと攻めがけしない馬にしてもまだ本調子に欠いている感じですしね、まあどういう競馬になりますか。はい、わかりました。
では続いて私が白三角打ったオールブラッシュなんですけれども、まあ、距離ね戦力になってどうかなって思ったんですけど、柏記念でしょ、村山厩舎でしょ、田辺騎手でしょちょっと買いたくなりますね。まあ、僕はちょっとそういう理由では買いたいとは思わないですけど、言えるかどうか分かんないんですけど、私とにかくカテゴリーが違いすぎるじゃないですか。 のんこの夢が外から、まあ、外から、まあ、ある程度の位置にはつけるんでしょうけど、刺してきて、で前にいる馬が粘って、その2頭が来るっていう馬券を買いたいんですよ。でモーニングが逃げるか分かんないけど、オールブラッシュももしかしたら思い切っていくかもしれんと思った時に、ちょっと軽視できないなと思った一頭でした。以上ですはい、なんか言い残したことないですか。言い残し、あ、まあ、川崎記念勝ってからがちょっとあまりにもね、はい、成績が伴ってないので。いや、そうなんですよね。その時ぐらい逃げてほしいんですけどね。さあ、第30回柏記念は5月2日水曜日、船橋競馬11レース。ていうか東ビルウィンの話は全然しないんで。します、したい。一応1番馬ですから。あ、そうですね、触れましょうね。う、古谷さん無印でいいんですか、東ビルウィン。はい、いいです今終わりそう、終わりですか。なんか絶対話したいことがあるって思う。いや、特にはないんですけど。ないんかい。いや、ね、しなくていいのかなと思って。東ビルウィン状態面は古谷さんいかがでしょうか。まだまだですね、やっぱり休み明けっていう感じで、はい、まあ、佐藤健二厩舎はかなりビシッと仕上げてくるところですけど、はい、ただ一応ここ目標に仕上げてきてはいるんですよね。まあ一応はね、でも、まあ、本音で言えば叩いて帝王賞ですよ、はい、なるほど。だって本当に狙ってんだったらやっぱり人叩きしますよ。そうですね。となるとお休み明け、まあ、今年初戦となりますからね。まあだからやはり格好はつけてほしいですよね。そうですね。そうすれば実際ジャパンとアートダービーで勝った舞台で G1 を迎えるわけですから、はい、そこでの走りっていうのは当然注目されるでしょうし、まあ、この相手にどこまでやれるかというのはですから、ちょっと見ものですがね。そうですね、はい、森大斗騎手、新潟でも勝ちましたからね、頑張ってほしいと思います。さあ、5月2日水曜日、船橋競馬11レース、8時10分発走予定の柏記念、今年はどんなレースになるんでしょうか。皆さんぜひ参考にしてみてください。買い目も、はい、あ、買い目をじゃあ発表してみましょうどうしたみんなじゃあどうしましょうか、古谷さんからいきますか。はい、はい、はい、まあ、1着にインカンテーションとのんこの夢をつけて、で2着3着は印の馬全部という12点。わかりました。人気割れそうなんで。そうなんですよね、だから、まあ、例えば8倍みたいなオッズがあるく、あの組み合わせがあれば、はい、そこは厚めに、はい、なんといってもマリナル大好きな資金配分というシステムがありますからね。そう、楽天競馬には資金配分というのがありますからね、はいはい、安いところは厚く買えます。はい、はい、3連単12点で挙げていただきました。ではマーヤお願いします。はい、私は3連単にしました。これで、7番のゴールドドリームを軸に計18点で勝負したいと思います。普段3連単買わないのですごい買うとき悩んでしまったんですけども。そうですよね、大体秘書は3連服ですもんね。そう、あのグリーンチャンネルで番組をやってるんですけど、そこで3連服プランっていうのをやっていて、ちょっと3連単やるのがちょっと久々だったので。そう、ただ柏記念はね、点数絞ってこうバッといかないとね。でも本子の夢を 1,2 着に入れてないので、はい、万が一これだったら18倍以上はありそうですね。そうですね、しかもその本命に押した7番ですけれども、7番って今まで過去10年で4勝してるんですよ。お、なのでそういった意味でもなんとかなんとか勝ってほしいって思ってこの馬券にしました。はい、3連単で挙げていただきました。18点です。じゃあ最後に私もこれデータやな、こっちです。はい、3連単軸2等マルチ18点です。本命のんこの夢と、なんとかできれば逃げてほしい。あ、ちなみに馬名と番号逆だね。あ、本当だ逆です、逆です。そうそう、逆なんですけど、3連単軸2等マルチで相手3頭
で18点で勝負したいと思います。で先ほど挙げたデータにもあるんですけれども、一番人気の副賞率は高いんですけど頭で来にくいっていうのが傾向としてあるので、あんまりこう頭で固定せずにマルチで狙って買いたいと思います。はい、ぜひ皆さん予想の参考になさってください。ではここで楽天競馬からのお知らせです。楽天競馬では第30回柏記念 G1 ポイント還元キャンペーンを実施します。キャンペーンにエントリーしていただき、楽天競馬の投票サービスで柏記念の馬券を購入された方を対象に、購入金額から 10% 分の楽天スーパーポイントがプレゼントされます。そして楽天競馬 LINE 公式アカウント、まだまだお友達募集しています。楽天競馬のお得な情報やイベント情報が満載です。5月2日の柏記念当日は船橋競馬場で LINE お友達抽選会を実施します。ぜひ皆さん参加してください。まだお友達になっていないという方は ID 検索でアットマーク楽天競馬、アットマーク楽天競馬を検索してぜひお友達になってください。そして5月3日は先ほどもご紹介したように高知競馬場で福永陽一記念が実施されます。私たちポームスも参加しますので、ぜひ皆さん高知競馬にお越しください。はい、でこの、柏記念と福永陽一記念はこの衣装で、お、はい、この衣装で行きます。はい、なんかあの CM の撮影以来にこの衣装着たんですけど、はい、あ、そうですよ ね。古谷さんどうですか新衣装ね、なかなか素敵な衣装だと思います。棒読みもうちょっと感情入れてくださいよ。なんかないよ、もうちょっとこう、えなんかないんです。あ、まあ、あの素晴らしいなと思ってドキドキしますね。うんなんかもうちょっともうちょっとなんか欲しいですけどね、なんなんて思うんですけど、はい、でもこの衣装結構きつめに縛ってあるんで、まあ、あの太れないっていう難点があるんですよ、ね、でも園田ではもう着てたもんね。あ、そうなんですよ、ね、もうお披露目してますが、はい、ただ2人一緒にっていうのは、柏記念とそして、高知福永陽一記念で、うん、はい、そうですね、はい、見られますのでぜひぜひこちらもご注目ください、はい、さああっという間にお別れのお時間となってしまいましたが、今年はポームスとして私とお前と2人でね頑張っていきましょう、うん、はい、いろんな競馬場に行きますので皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。皆さんどうもありがとうございました。最後までご覧いただいた視聴者の皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。では、新バージョンの締めを、うわドキドキする、やりたいと思います。はい、いきます。楽天競馬パワーアップ、柏記念の馬券を買ってみんなでポイントゲット。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ポームスって何ですか。え、パワーアップって何ですか。パワーアップ楽天競馬、スタミナ、パワー、スピード。こんな無理をしなくても楽天競馬なら簡単ポイント貯まる。パワーアップ楽天競馬。